読売新聞西部本社株式会社読売新聞西部本社は九州山口地方全県向けに読売新聞を印刷発行する読売新聞の地域本社である読売新聞東京本社読売新聞大阪本社とともに読売新聞グループ本社の子会社の一つ2014年9月23日に発刊50周年を迎えた 1964年、昭和39年9月23日、福岡県北九州市小倉北区、砂津中津口、現、明和町1-11において、読売新聞の西部版、第1号を発刊。それまでは、大阪本社が、九州本島向けに、九州版、山口県向けに、山口版を発行していた。当時の読売新聞西部本社は、 読売巨人軍の運営会社、読売工業株式会社、後に株式会社読売に称号を変更。当時は抗義のフランチャイズ契約に同じの一事業として発足した。西部本社の設立で東日本のブロック市から始まった読売新聞は全国紙としての体制を整えた。第二次世界大戦前の1940年、昭和15年に、 東京の読売新聞社は、福岡県内で発行されていた、九州日報、原用者系の新聞の経営権を獲得したが、戦時下における政府、軍部によるマスコミ等政策、一権一指令により、九州日報は、福岡日日新聞に統合され、西日本新聞となった。西日本新聞は、中日新聞、北海道新聞と異なり、旧福岡日日の紙都市、 総館からの号数をそのまま引き継ぐなど、福岡日日を衣替えした形を取った。また、長崎日日新聞、現在の長崎新聞の経営にも関わっていた。読売新聞は、1952年に、大阪市で大阪読売新聞社、現、読売新聞大阪本社を設立し、念願の西日本進出を果たした。その後、東京の読売新聞社、現、 読売新聞東京本社が1959年に北海道札幌市読売新聞北海道支社を1961年に富山県高岡市に読売新聞北陸支社をそれぞれ設置して現地印刷を始めたが九州には読売新聞の発行本社がなく、ただし大阪本社が1952年の創刊当初から 西部版総監までの間九州版として発行していた時代があった1962年、当時の読売本社会長、勝力松太郎は、当時の大阪読売社長、舞台光雄に、読売新聞の旧進出を命じた。舞台は、名古屋市への読売進出を願望していたが、最終的に、勝力の計画だった九州に発行本社を置くことになった。 読売の九州進出は先日の九州日報、買収で実現したものの、新聞統制で福岡日日新聞と統合して、西日本新聞となったため、改めて勝利域は九州進出を提唱した。戦前の九州は、北九州が日本の西部の中枢都市であったことや、1970年まで西日本、中国、四国、九州で最大の都市でもあったことから、 朝日新聞と毎日新聞の西部本社が所在する小倉市現在の北九州市小倉北区に読売も九州の拠点を置くことを決めた。1962年、小倉市に事業に必要な社屋を建てる用地を確保、新聞発行業務を読売工業に委ねる形にした。そして、創刊間近の1964年9月、社屋ビルが完成し、 9月23日付から、読売新聞西部版の第1号が発行された。総監督書は、大阪本社で制作された紙面を、ファクシミリで北九州に送り、北九州で製版して印刷する方式だった。読売新聞の九州進出が発端となって、西日本新聞を発行する。西日本新聞社はこれに反発した。その午後から6年にわたって続く。 山口県を巻き込んだテレビ放送の再編にまで発展した。以下、要点を述べる。1964年の創刊以降、毎日新聞、朝日新聞とも激しいシェア争いを繰り広げており、西部本社は現在、福岡県においては、西日本新聞や産経新聞、九州、山口特別版や日本経済新聞、日経新聞に、具部数のシェアとなっている。 1998年からはスポーツ放置の発行を開始した。読売新聞が九州に進出してから福岡都市圏や南九州では高いシェアを確立したのに加え、福岡都市圏での人口の伸びや高速道路の整備によるトラック輸送網の拡充により、2004年1月1日、福岡市中央区赤坂1の16の5の読売新福岡ビルに 本社機能を全面移転した。これより先に、朝日新聞西部本社が1996年、編集、制作部門を福岡市の朝日新聞福岡本部に移転した。大阪読売は、1952年の総刊と同時に福岡市に九州総局を設置した。しかし、朝日、毎日は当時交通手段を鉄道に頼っていた時代。 鉄道路線の分岐点であった北九州に西部本社を構え、それに勝利期末太郎の方針で読売も北九州に西部本社を置いた。その後、輸送手段がトラック輸送に変わり、福岡市への中枢機能の集中や福岡市が九州で最大の都市になったのも福岡移転の理由である。ちなみに北九州市に本社があった企業で福岡市に移転した企業では、 西武読売以前にも九州旅客鉄道 JR 九州、ただし発足時は福岡、北九州に本社体制がある。また同じ新聞社としては2007年1月に日刊スポーツ新聞西部本社が2009年7月にはスポーツ日本新聞社西部本社も本社機能を北九州市から福岡市に移転している。 福岡市への本社移転に先立ち2002年7月1日、読売新聞のグループ再編で、株式会社読売が運営していた、読売新聞西部本社は、株式会社読売新聞西部本社として独立し、株式会社読売新聞グループ本社、持ち株会社。旧株式会社読売新聞社が、持ち株会社と東日本の地域本社。 読売新聞東京本社に分割の完全子会社となった。なおこの読売の持ち株会社への吸収により、同じ読売の参加にあった中部本社は、東京本社に統合され、中部支社へと格下げになっている。2000年のプロ野球、NPB 日本選手権シリーズは、読売ジャイアンツと当時の福岡大英ホークスの組み合わせとなり、ジャイアンツが勝ったが、当時の監督が、 ジャイアンツの一時代を築いた、長島武氏と大貞春だったこともあり、その後、福岡県内では、半、読売、半長島の動きが強まった。他社にシェアを奪われることを恐れた、西部本社は、地元の系列民法福岡放送への配慮もあり、それ以降、東京本社などとは一定の距離を置き、それまでのジャイアンツ一辺倒から、福岡ソフトバンクホークスも、 積極的に応援する姿勢に改めた。この時、片側に読売新聞が制作した巨人応援内容、もう片側を西日本新聞が制作した大英応援内容とした見開き広告が両紙に掲載され、それぞれの大事が掲載された。珍しく日常対立していた二社が共同で、応援対決の全景気を煽っていた。 自社制作能力が弱いスポーツ報知球終盤はまだジャイアンツビーキの姿勢が強いが西部本社版の読売新聞ではホークスの記事がジャイアンツの記事とほぼ同等の扱いとなっている大阪本社でも阪神タイガース広島東洋カープ及びオリックスバファローズの記事を大きく取る傾向が見られるヤフードームにも一般スポンサーとして広告を出している ちなみに、福岡県内向けのテレビ欄においては、2008年まで、ホーム、ヤフードーム、北九州市民球場のホークス戦中継のところに、その試合のチケットの売れ行き状況が載っており、当日券にあります。当日券残りわずか、おかげさまで完売、という字が踊った。国立国会図書館には、全国の新聞が所蔵されているが、読売新聞の西部本社発行版は、 発行本社が福岡市に移転して以降も福岡都市圏版ではなく2003年まで発行本社があった北九州市を対象とし北九州版を所蔵している。マイクロフィルムについては1964年9月23日発行の第1号より東京本館と関西館の両方で所蔵している。北九州総本部旧本社土地 北九州市小倉北区名和町は、旧理工専門学校跡と共に解体、ら地化され、商業施設、アクロスプラザ小倉として再開発された。主なとなんとは、以下の通り、中津口交差点に面した一角には、西部第一号一面の紙面が焼き付けられた石踏みが建てられ、かつてここに、読売新聞西部本社があったことを伝えている。 島根県岩見地方においては、大阪本社管轄の松江市局が取材を担当し、西部本社は発行と販売のみを担当していたが、2013年5月1日より、発行と販売も大阪本社となった。総局。山口。下記は、西部本社の子会社である。長官有官。福岡県、山口県、長崎県、その他の県番。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。